もうここは一気にもう消費税、財政しなければ、もう明日もないです。はい、皆さんこんにちは。ファミの小林です。今日はですね、10月10日。スポーツの日ですね、スポーツの日。昔は体育の日って言ってたんですけどね。まあ、スポーツの日ですか。で、まあ、お休みなんですけどもね。今日これ、昨日、メヒカリ食べたんですよね。で、メヒカリについては私、昔の動画アップします。昔の動画でメヒカリ食べてます。確か5、6年前ですね。始めた、その、最初の1年目の、ほんと最初の方、食べたんですけどもね。それ以来ぶりかな食べたの。ちょっと忘れちゃいましたけどもね。メヒカリ、天ぷら、そして唐揚げ、美味しかったです。で、あとこれはですね、グリーンカレーなんですけどもね。グリーンカレーでチーズをトッピングしてみました。初めてです。もうチーズがいい具合に溶けてますからね、これ。いい具合に溶けてるんでね。ちょっとね、今日はもう食べる前にもう早速本題に参りたいと思います。これはですね、10月7日ですね。ちょっと私のチャンネルでは古い記事になるんですけども、NHK ですね。NHK のウェブ版からなんですけども、まあ実質賃金です。私非常にこれ重要視してます。で、実質賃金は基本だだ下がりしてます。だだ下がりします。まあ昨今のエネルギー価格の高騰で、ただ勘違いしてもらいたくはないんですけども、エネルギー価格がもう上がって、それ全体的に上昇します。確かにコア CPI もそれにつられて上昇するということもあります。しかし、アメリカとか、まあヨーロッパとか、欧米ですね。欧米と比べれば、もう全然水準は低いです。なんでね、財政出動する余地、たくさんあります。でも、それでも、インフレ率が高いと言うんだったら、たった一つですね、ほぼ唯一の秘策。これから言っていきたいと思います。まあ、この記事読んでからね、言っていきたいと思います。で、まあ、8月の実質賃金、前年同月を 1.7% 下回りと。5ヶ月連続でマイナス2ということなんですけどもね。じゃ、ちょっと読んでいきますね。働く人1人当たりの今年の8月の現金給与総額は、去年8月に比べて 1.7% 増えたと。8ヶ月連続でプラスになりましたと。まあ、額面的にはプラスになってると。ただ、物価の上昇には追いつかず、実質賃金は 1.7% 減少して5ヶ月連続でマイナスとなりましたということなんですけどもね。まあ、早い話。まあ、いわゆる名目賃金、その額面の名目賃金は上がってるけども、それ以上に物価が上昇してるから実質賃金下がってるよというふうなことなんですね。じゃあこれどうすればいいのか。簡単です。名目賃金をもっともっとアップさせればいいだけの話です。これを、まあ、年率 4% ぐらいガン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 ガーンって上げることができたら、全然問題なんですけどもね。で、まあ、この記事の最後読んでいきます。厚労省は、去年の同じ時期は緊急事態宣言が出ている地域があり、給与に影響していたが、今年は経済活動の回復で給与の額全体は増加傾向が続いていると。しかし、物価が上昇する中で、実質賃金はマイナスが続いているとしていますと。まあ私の動画では何回も言ってます。実質賃金が下がるとどうなるかということです。まあ実質賃金下がるということは、今までは10個買えたものが、10個買えなくなる。9個とか8個しか買えなくなるよ、というふうなことです。完全に貧困化ですよ。実質賃金がマイナスっていうことは、実質賃金下がるっていうことは、貧困化が進んでる、ということと同じです。皆さんここをちょっと、理解してください。頭の中叩き込んでくださいね。先立って挙げたつなぎ国債、あれは増税だというふうな、増税を前提としてるからダメなんだよというのと同じように、頭の中、こう染み込ませてください。じゃあ先ほども申しましたけども、じゃあどうすればいいんだと。簡単です。物価上がってるんだから、消費税廃止すればいいだけの話です。消費税取っ払えばいいだけの話です。まあ合わせてね、今ガソリン税は、取っ払って全然問題はないと思います。そうすればもうガソリン価格が下がるから、当然、下がります。まあ、と同時に、消費税廃止するんだから、物の値段も下がっちゃいますよね。ガンガンガン下がっちゃいます。だから、インフレ対策に一番なんですよね。消費税廃止が、なおかつ消費税廃止するということで、消費が活発化しますから、しばらくすると、どんどん GDP アップしていきます。GDP アップしていくということは、やっぱりそれなりに、GDP がアップできる要因であるインフレですね。インフレ率がどんどん上がっていくということも意味します。
ええ。でもそれでいいんですよ。健全なインフレ率の上がり方なんです、それが。ええ。なんでね、ここら辺を理解しないと、また、まあ、厚労省というよりも財務省ですよね。財務省のデタラメに引っかかってしまいますからね、皆さん。ええ。なんでね、もう何回も言いますけども、経済成長しなければもう無理なんですよ。ええ。ただ経済成長させるにはどうしたらいいのか。消費税を廃止して、そして財政輸送すればいい。ええ。まあ、消費税廃止してから社会保障費だって国債出まんから。ええ。で、投資なんで公共事業。で、先だっても言いましたけども、研究開発費。国というのは、まあ、国だけのその研究開発費って1兆円も行ってないんですよね。だからもうガクンともうガーッと10兆円ぐらいすればいいじゃないですか。確かアメリカでも5兆円ぐらいなんですよ。中国はまあまあ官民揃ってやってるところがあるんでどうかちょっとわかんないですけどね。だからそれぐらいガンガン、日本だって10兆、20兆、研究開発費国がガーンって出せばいいじゃないですか。ファンドとかそんなんじゃダメですよ。ファンドは利益を追求するもんですから、ファンドとかダメですからね。もうガーンって出す。当たるも発見、当たらぬも発見。投資ってそういう風なもんですよ。あとは防衛費ですね。防衛費にもガツーンと国債発行して、先立ての動画で申しました。という風に、そうすればガンガン経済成長します。もうね、少子化にしろ、そういう風なことではもう、小手先ではもう、何回も言うんですけど、小手先ではもう通用しないんですよ。財務省のやってることっていうのはもう本当に売国ですよ。あれば。緊縮財政なんていうのはもう売国。まあ売国財政という言葉あるのかどうかわかんないですけどね。売国財政ですよ。なんでね、ここは、まあデフレなんでね、まだデフレマインドをずっと続いてるんで、もうここは一気にもう消費税財政としなければ、もう明日もないです。もうね、ウクライナとロシアとウクライナが、もうかなりやばい状況になってるんで、今ここでね、抑えなければいけない。抑えなければいけないというのはどういうことかというと、日本の経済が成長しなければいけないということです。なぜか、次は中国ですよ。第三次世界大戦になったら中国だって黙っちゃいませんから。台湾、あるいはそれで日本に来る可能性十分ありますからね。だからまあ、防衛費をまあ、GDP の 2% にするとか、そんな風なことを言ってる場合ではないんですよね。4%、5% にする。GDP が、基準になるならば、その GDP そのものを大きくしなければいけないんですよ。もうそういう時期に来てるんです。目を覚ましましょう。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。